聞いて。今日はすっごくかっこいい話をするんだから。それはね、 T-80 っていう戦車の話なの。この戦車すごいんだよ。1976年にソビエト連邦で生まれたんだって。でもね、ただの戦車じゃないの。これは世界初のガスタービンエンジンを搭載した本格的な戦車なんだって。だから速度もパワーもすごいの。でもそれだけじゃないんだよ。T-80 は冷戦時代の緊張が高まる中で開発されたから、その設計には敵からの攻撃を防ぐための強固な装甲や高度な火器管制システムが含まれているの。だから戦場での生存性と戦闘力が高いんだって。それにね、 T-80 はチェチェン戦争やウクライナの紛争などいくつかの戦争で実際に使用されたんだよ。だからただの理論上の戦車じゃなくて、実際の戦闘でその価値を証明したんだよ。だから T-80 って本当にすごい戦車なんだよ。破壊王兵器チャンネル。設計と機能と性能。ねえお兄ちゃん、まだ T-80 の話続けていい？さっきの続きなんだけど、今度はその設計と機能、そして性能について詳しく話すね。この戦車、ただかっこいいだけじゃなくて、すごく優れた性能を持っているんだよ。まず、装甲についてなんだけど、T-80 は特殊な複合装甲を持っていて、それが戦車を敵の攻撃から守るの。それに、装甲の中には爆発反応装甲も含まれていて、これが対戦車兵器から戦車を守るの。だから、T-80 はすごく強固なんだよ。それから、エンジンについてね。T-80 はガスタービンエンジンを搭載していて、これが戦車に高速性能と優れた機動性を与えているの。だから T-80 は最高速度で時速70キロも出せるんだって。それにこのエンジン、燃料消費も少なくて戦場での行動範囲も広いの。そして武器システムについて話すね。T-80 の主砲は 125mm の滑降砲で、これが高い威力と精度を持っているの。それに自動装填装置がついていて、戦車の乗員が少なくても高速に砲弾を装填できるんだよ。それに対空用の機関銃や対戦車ミサイルも装備しているから、あらゆる敵に対応できるの。さらに T-80 は高度な火器管制システムを持っていて、これが戦車に高い射撃精度を与えるの。移動しながらでも正確に狙いを定められるんだよ。それにこのシステムは夜間や悪天候でも機能するから、いつでもどんな状況でも戦闘が可能なの。それから T-80 は独特な装備も持っているんだよ。それはドローストっていうアクティブ防護システムで、これが戦車を対戦車ミサイルやロケットから守るの。それに T-80 は NBC 保護システムも装備していて、これが戦場での生存性を高めるの。 NBC 保護システムっていうのは核、生物、化学兵器から乗員を守るためのものなんだよ。だから T-80 はどんな厳しい環境でも戦闘を続けられるの。それに T-80 は 9K112 コブラ、 AT-8 ソングスターっていう対戦車ミサイルも装備しているんだよ。これは戦車の主砲から発射できて、遠くの敵戦車を狙い撃つことができるの。だから T-80 は遠距離からでも敵を攻撃できるんだよ。さらに T-80 は高度な火器管制システムを持っていて、これが戦車に高い射撃精度を与えるの。移動しながらでも正確に狙いを定められるんだよ。それにこのシステムは夜間や悪天候でも機能するから、いつでもどんな状況でも戦闘が可能なの。だから T-80 って本当にすごい戦車なんだよ。お兄ちゃんもそう思わない？戦闘での使用。ねえ、まだ T-80 の話続けていい？さっきの続きなんだけど、今度はその戦闘での使用について話すね。この戦車、ただかっこいいだけじゃなくて、実際の戦闘でもすごく優れた性能を発揮するんだよ。まず T-80 が実際に戦闘で使われた例としては、チェチェン戦争があるんだよ。この戦争では T-80 は都市戦での戦闘に参加して、その強固な装甲と高い火力で敵を圧倒したんだって。それに T-80 の高速性能と機動性は、戦場での移動や突撃に大きな利点をもたらしたの。都市の狭い通りでも T-80 はその優れた機動性で素早く動き、敵の攻撃を避けつつ反撃することができたんだよ。それから T-80 はウクライナの紛争でも使用されたんだよ。この紛争では T-80 はその強力な火力と精度でウクライナを制圧し、戦闘での優位性を保ったんだって。それに T-80 のドローストアクティブ防護システムは、敵の対戦車ミサイルを効果的に防いで戦車の生存性を高めたの。このシステムは、敵のミサイルが近づいてくると自動的に反応してミサイルを迎撃するんだよ。さらに T-80 はその高度な火器管制システムと 9K110 に対戦車ミサイルを活用して、遠距離からでも敵を攻撃できたんだよ。これによって T-80 は敵の反撃を避けつつ、自身の攻撃を続けることができたの。それに T-80 は NBC 保護システムも装備していて、これが戦場での生存性をさらに高めるの。核、生物、化学兵器から乗員を守るためのものなんだよ。だから T-80 って本当にすごい戦車なんだよ。お兄ちゃんもそう思わない？ねえ、聞いてる？もう最後の話だよ。 T-80 についての全体的な評価とその影響についてね。この戦車、すごく重要な役割を果たしてきたんだよ。まず T-80 はその強固な装甲と高い火力、そして優れた機動性で戦場での優位性を保つことができたんだよ。それにその高度な火器管制システムと独特な装備で T-80 がどんな状況でも戦闘を続けられるようにしてくれたの。それから T-80 は実際の戦闘でもその価値を証明してきたんだよ。チェチェン戦争やウクライナの紛争など、多くの戦闘で T-80 はその強さを見せつけてきたの。だから T-80 はただの戦車じゃなくて、歴史的な価値を持つ重要な兵器なんだよ。だから T-80 って本当にすごい戦車なんだよ。お兄ちゃんもそう思わない？じゃあ時間だから行ってくるね。行ってきます。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。また、いいねとベルマークのタップもお願いします。また会いましょう。じゃあね。